はい、皆様お疲れ様です。おっさっけんの塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回はカルピス1杯99杯目になります。今回のテーマはですね、世界のブランドの焼酎ですね、熊本県人吉市の熊焼酎、早速飲んでいきましょう。お酒の種類、焼酎、熊焼酎、米、銘柄、温泉焼酎、上圧二段蒸留、大和市、荒ろ過、原産地、熊本県人吉市、アルコール度数 30%、酒造所、大和市酒造元になります。先ほど世界のブランド熊焼酎って申し上げたんですけど、他にね、日本が、誇る世界のブランドのお酒って言ったらですね、例えば、鹿児島の薩摩焼酎、芋焼酎ですね。で、沖縄の琉球泡盛、米麹、黒麹菌の米麹が原料ですね。そして、長崎県の壱岐ですね、の壱岐焼酎、麦ですね。まあ、あとはですね、日本酒の北陸の白山とかですね、まあ、いろいろあるんですけど、そのね、一つ、世界のブランドの一つが熊焼酎。そして、その熊焼酎を作る、酒造元の一つですね。すごいオリジナリティがあって、この軽く一杯シリーズにもよく登場していただくんですけど、それがね、今回の大和市酒造元ですね。とね、また重複するかもしれませんけど、一度訪問したことがありまして、ここの、私の著書の塾長の酒機構ですね、1ですね。ここにちょっとね、大和市酒造さんの訪問記をちょっと記載させていただいてるんですけど、本当にね、独自、試行錯誤、独自、他を真似しないという意味では、ものすごいね、一貫した、酒造元かなと思いますね。それでですね、今回はですね、アルカリ泉醸造っていうところなんですけど、大和市酒造元の特徴といったらですね、この温泉焼酎ですね、温泉水を使用する焼酎。で、あとこの商品にも書いてるんですけど、上圧二段蒸留機といってですね、上圧蒸留の二段構えになってるような、ウイスキーのよくね、初流とか再流の2回蒸留とはちょっと違うんですよね。1回の蒸留釜で、2回蒸留できるという、まあ、そこがものすごい技術みたいですね。多分これはね、特殊な蒸留機で、おそらく大和市さんしかないかもしれませんね。代表取締役様の名前をとって、下田式上圧二段蒸留機っていうふうに呼ばれてるみたいですけどね。蒸留を重ねることで上圧蒸留酒の本来の深い味わいを残すという目的と、そういうねことを一回聞いたことありましたね。で、今回はですね、その温泉焼酎の中でも、ね、よく温泉焼酎夢っていうのが代表的なブランドなんですけど、今回は大和市という、酒造元を冠したね、焼酎、それも荒ろ過と、アルコール度数もね 30% とちょっと他のものよりも 5% ぐらい高いというようなものなんですね。で、ちょっと説明を見るとですね、大和市、その名は明治期に生まれて以来114年と代々大切に受け継がれてきまして、豊作を祈る酒、疲れを癒す酒、いいですね、出会いと別れの酒、男たちに愛され続けて今ここにあると。そしてこれまでもこれからも日本で唯一の焼酎を目指して造りの技を継承し発展させる当時の心が大和市というところなんです。まあ、文言ですよね。ちょっと心打たれるような文言ですね。でね、原料は国産米を使っておりまして、アルカリ温泉水、まあ、これね、酒造所の中にね、アルカリ温泉水が湧いて、なんで湧き出てるんですね。敷地内の地下350メートルからできて、まあ、弱アルカリ性なんですけどね。まあ、すごいね、難しいみたいですね。当時アルカリ温泉、昔ですね、アルカリ温泉水で焼酎を作るのは不可能だと言われた時期があったみたいなんですけどね。しかし、当時の社長ですね、まあ、なんと10年間試行錯誤を繰り返してですね、美味しい焼酎を作ることに成功したという。
先ほどのね二段蒸留もそうですけど、ものすごいあれですよね、あの熱心企業努力ですよね。そういうふうに思います。はい、では早速ね、いただいていきましょう。もうラベルもなんか結構いいですね。なんかあの昔ながらのなんか伝統っていう感じがしてすごいですね。上圧二段蒸留温泉焼酎大和市あらろかと。あらろかっていうのはね、ろ過はしてるんですけど、そこまであのなんていうのかな、細かい、ろ過じゃなくて、少しあの粗いろ過にして、あえてあの旨味成分とかでね、複雑な成分を残すというような、そういうね、目的だと推測されますね。さあ、いただいていきましょう。はい、こちらはストレートです。ロックで、これは後でお湯割りを作りますので、まず便宜的に入れときます。今日はこれぐらいにしておこうかな。さあ、楽しみですね。どんな感じなんでしょうね。はい、いただきます。ストレートからですね、無色透明ですね。蒸留酒ですので色はついておりません。まあ樽熟成とかしたら当然ウイスキーみたいに色つくんですけど、今回のものは 色なしですね。では香りを取っていきましょう。なるほど。ですね、お米の香り、当然米が原料なんでお米由来のですね、稲わらですとは玄米系統のですね、で心地よい米湯みたいなものプラスですね、熟成果実です。例えば洋梨、熟した洋梨、熟したバナナ、そしてね、あのバニラ系の甘い香りしますね。これはよくね、あのお米由来で出てくるようなあの、香りのバニリンですね。熟成をすればね、あのバニリンが出てくる、まあ、バニラの香りですね。もともとは、お米にあるフェルラ酸ですね。それが、熟成を経ることによって、米麹の力が加わってですね、熟成されて、で最終的にはある成分を介してですね、バニリンになるという、おそらくそういう系統もあるのかなというふうに推測します。いただきます。なるほどな。もうあの華やかな甘みがふわーってね、口の中広がります。言うと甘ったるいとか言うわけじゃなくてね、ドライな甘み、心地よく細く長く続いてですね、でですね、洗練された苦味も徐々に出てくると。ああ、なるほど。酸味とかもちょっと多少感じられますね。ああ、これは美味しいですね。非常に何でしょう、焼酎臭いビリビリするとかそういうわけでは一切なくてですね、アルコール度数 30% なのに非常に飲みやすい甘みがまろやか、非常に存在感がある、頼りがいのあるような焼酎ですね。これはストレートでも十分いけますね。いや、素晴らしいですね。でちょっとロックですね、ステアしましょうかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということで10回ステアにしました。失礼しました。さあ、ロックいただきます。いや、いいですね。香りもね、熟成的な果実系統が残ってていいですね。さあ、飲んでいきます。あ、このロックもいいですね。さっきストレートで少しだけね、ちょっと何でしょうかね、煩雑だったような、ものがちょっとすっきりスマートになってるというところで、非常にね、飲みやすくて軽快になります。軽快って言ってもアルコール度数はほとんど変わらないんですけど、まあ、時間経つと水がね、溶けてくると変わってくるんですけど、あ、これロック好みの人いますね。これね、非常にいいと思います。いや、素晴らしいですね。これ相当ね、バランスのいい商品と言えますね。さあ、そしてその次はですね、お湯割りをいただいていきましょう。お湯を持ってくるんで、少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。ちょっとお湯を入れますね。ちょっとね、そこまで熱くないお湯にしております。あーっと、だいたいそうやな、1対1ぐらいにしまくかな今日は。あ、いいですね、非常にいいですね。さあ、早速、いただきましょう。いただきます。
やっぱり香り華やかですね。あの熟成果実系統もそうなんですけど、あのお米のね、油みたいなお米の稲わら玄米系の香りがものすごいふわーって効いてきていいですよね。うん、うわーこれめっちゃうまいわ。あーなるほどな。甘みもちょっと広がるんですけどね、いい意味でのね、洗練された苦みも増えてきてですね、なんて言うんだろう、お米本来の味わいみたいなものがふわーってきますよね。でどことなしかね、滑らかですね、口の中全体が。おそらくこれはですね、弱アルカリ性の水で温泉水で仕込んでますので、アルカリ性って結構ね、なんていうんですかね、少しいい意味でぬめってした、ぬるってした感じがあるんですけどね、そういうようなところが口の中に広がりますね。ご参考までに、逆の酸性の場合はですね、結構引き締まるようなね、テクスチャーになったりするんですけど、アルカリ性はその滑らかスムーズ、まあ場合によってはベルベッティみたいなですね、そういうような感じがするので、おそらくこれは弱アルカリっていうところの pH、 水素イオン濃度 pH ですね、それが影響してると推測しますね。温度が上がることによって、それがより活性化されたような感じ。あー、いいな、このバランスは素晴らしいね、さすがやな。うん、めっちゃうまいですよこれ、最高ですねこれね。もう至福の時を過ごすというのはこういうことでしょうね。はい、そして熊焼酎といったらいつものごとくもう一個やってますね。それはストレートでのおかんですね、木生ですね、木、これが伝統的にありますので、そちらをちょっと取っていきますので少々お待ちください。はい、すいません、お待たせいたしました。ちょっとね、柄と直で、まあ柄ですね今回はね、伝統的な酒器で仕込んでおりましたので、ストレートのおかん、まあ今日はいつも小さい器の直用意するんですけど、今日はあえてこのこっちの器で飲んでみましょうね。さあ楽しみですね。じゃあちょっと入れていきまーす。さあとても楽しみですね。まあまあ先輩どうぞ。あ、すまんねーみたいな、そんな感じでお釈されてるかもしれませんねすいません、ちょっと一人劇場になってしまいましたがね、最近独り言が多くて、一人ボケツッコミをしようっていうふうに心がけてて、ちょっとねキャラ変えていこうかなっていうふうに思ってるんですね。なんていうのかな、いろんなキャラ持った方がね、表裏ってやらないけどね、いろんな引き出しがあった方がおもろいんかなって最近ちょっと思ってきましたんですいません、余談になりましたね。さあおかんいただきまーす。うん、そうですね、おかんの温度にもよるかもしれませんけど、どちらかというと揮発成分のエタノール的な感じがよく全面的に出たようなイメージですね。うん、味わいね、甘みがものすごい広がる、プラス後からじわ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 と苦みが出てきますね、心地よい苦み、甘みと苦みの、なんていうんですかね、コラボレーション、コラボレーションって言ってましたね。コラボレーションですね。この感もなかなかいいですね。うまいな、これ。なんかつまみ欲しなりますね、こうなりますとね。すいません、余談になりますけどね。いやー、これは素晴らしい名酒と言えるんじゃないでしょうかね。言えるっていうか失礼やな、名酒ですね、これはね。でも私はね、おかんもええけど、このお湯割り、やっぱお湯割りっていいですよね、やっぱりね、焼酎っていうのはですね、それが楽しみですね。うん、いやお湯割りもいいし、ストレートもですね、いいですね。うん、どれもうまいですわ、これは納得できるな、全部、全部納得できます。当然今回やりませんでしたけど、ここに水加えてね、水割りも相当うまいと思いますね。素晴らしいと思います。いやー今回もね、熊焼酎、米焼酎ですね、の魅力っていうのに非常にね、改めて感銘を受けましたね。非常に有意義な時間を過ごせて、私はね、嬉しいですね。
日本のお酒、まあ世界のお酒も美味しいんですけどね、いいお酒に巡り合うっていうことが私が結構その自分の好奇心っていうんですかね、好きなことに没頭できる一つの原動力ですね。そして飲んで酔っ払って現実逃避をするというのがまあ一つのね大きな要素かもしれませんね。人類が発展するには酒が発展する、酒とともに発展したって言ってもこれは過言じゃないでしょうね。その一番いい例が私みたいなもんですわ、ほんまね。そう思いつつ、今日はね、締めていきたいと思います。すいません、こんな締めでね、あれですけど。はい。ごめんなさい、そろそろね、お時間になりましたね。今回もね、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。よろしければ、また次回もご視聴いただけたらありがたいと思います。以上、お酒の塾上でした。ありがとうございました。乾杯。またねー。